こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今聞いていただいた、これはマイルスの4部作の中のね、クッキーになったかな、ブルースバイファイブというブルースなんですけど、これのフォーバーストレードの中でですね、3回目に出てくるやつがどうしても僕分かんなくて、これいつもなんかどうやってやってんだろうと思ってて、でマーク・テイラーが「あ、これ有名だよ」って言って教えてくれた、フィリーのリックをお話します。でこれって、動きとしてはここに書いてあるこいつですね、両手左手右手ラタッ、これ弾くでしょ。で右手はタムに行っても、でこのあとバスドラ2つをねじ込む、これがフィリーのリック。まあ多分パーカーのフレーズとかシャブルルブラブルルブラブルと5連符みたいなフレーズを多分ドラムに置き換えたんだと思う。でこれを一拍半のフレーズにねじ込んでると、タン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 パドン、なのでというフレーズ。でもこれってスイングさせようと思うと、3連符でいうとタカタタ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 、こう5対4になってるね。だからタンタンタンパドン、タクタンパンパンパドン、そこの合間にパンパンパンパドン、こう要は長さ違うところに無理やりねじ込んでるみたいな、うまくできないですけど、ハイハットのタイミングと足のタイミングとかもう微妙に全部ずれてるんですよ。でこれをやっぱ歌の中にねじ込んでるってとこがすごいですね。で後半は別にワンツースリー、多分右3つでこうじゃないかなとは思うんですけど、後半はそんな普通売店の普通のフレーズなんですけど、前半がもう超絶ですね。これですね、いやもうこういうの聞くと、もうフィリーってやっぱ神業っていうか歌の塊って感じですよね。だから歌がスイングするところに歌をねじ込んでいくって、これエルヴィンも同じなんですよ。フレーズやってるんだけど、この一拍半の中にこうねじ込んでいくんですね。だから同じくその一拍半の中に音は8つしか入ってないんだけど、そのこっちは5対4で伸び縮みしてるんだけど、そこにアクセント合わせにいく、で合間はそこの中に大体ハマってればいいみたいな感じでこう歌ってるって感じですね。超絶なリズム感だと思うんですけど、これ練習して今までドラムソロで使おうと思って使えた試しがないというかね、まあ使おうと思ってるじゃまだまだダメなんだ、多分パーって出てこないとダメで、頭の中に出てきて体が動いてなきゃダメで、これ使ったろって思ってたら、うちではまあやっぱりそのやっぱわざとらしくなるしね。まあなのでいずれと思ってもう早10年ぐらい経ってんじゃないかなと思うんですが、この練習、まあでも今回かなりこれで練習したんで、ハイハット踏みながらもなんとかかろうじてできたんで、そのうち自分のドラムソロになんかこう生かされるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ人のフレーズだしね、まあ難しいとこですけど、これすごいなと思いますね。でもすごいこう大きい流れがすごい出しやすくて超かっこいいんで、普通に一拍にはめ込む分には全然使えると思うんで、いろいろ使っていただければと思います。動き的にかっこいいよね。ドゥラッていうこう暴力的な感じがこうねじ込まれる感じが非常にかっこいいと思います。まあからくりとしてはこうなんだけど、これをいかに自然に歌うかっていうのが一番難しいわけで、頑張って練習していただければと思います。資料の方は、メルマガ登録していただくとダウンロードできるようにしておきますので、ぜひ練習してみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。